本日も始まりましたコレパ放送局。今回の動画ではコンビニのローソンさんがザ・アイドルマスターサイド M のキャンペーンを行うということで、キャンペーンの内容などお伝えしていこうと思います。どんなグッズがあるのか見逃さないように最後までお付き合いください。ということで今回なんですけど、コンビニのローソンさんがアイドルマスターサイド M のキャンペーンを行うということでね、こちらの方を早速お伝えしていこうと思うんですけど、こちらキャンペーン期間が2022年3月29日火曜日の朝7時から4月の11日月曜日まで、もしくは景品がなくなり次第終了というふうになっております。でこちらのキャンペーンなんですけど2種類あります。先着数量限定でもらえるオリジナルステッカー、こちらはローソン限定のオリジナルステッカーというふうになっておりますね。で対象のお菓子3点購入すると1枚がもらえるということでね、最近ローソンはちょっとねステッカーが多いかなと思うんですけど、こちら全6種類各店舗24枚ってことは4枚ずつあるということかな、各種4枚ずつということになっておりますね。でお一人様1店舗のお買い物につき各種1枚計6枚までとさせていただきますというふうなので、好きなやつを全部持っていくというのはなしにしてくださいということですね。バージョンが A バージョン、 B バージョン、 A バージョン、 B バージョンってね、なんかねちょっとねサイドにもよく分かってないんですけど、 BEIT って書いてベイトって読むのかな、の A バージョン、 B バージョン、はい×ジョーカーで A バージョン、 B バージョンで、C.FIRST の A バージョン、 B バージョンになってます、まあ、スマホケースに貼ったりコレクションして楽しもうという風になってますね。でサイズは B6 約 128×182mm、 素材は紙でできてるってことでね、まあ、ステッカーですからね。で受け取り方法は対象商品の3点とこちら組み合わせ自由になってますと、お好きなオリジナルステッカーを1枚をレジまでお持ちくださいという風になっております。2枚欲しい方は対象商品6個以上お持ちくださいということですね。で対象商品はこちらのポップが目印っていうね、いつものやつが貼ってありますので、そちらの方確認ください。対象商品はロッテのメーカーでグリーンガムとかのど飴、ブラックガムとかね、そんなものがいっぱいあります。一番安いのは100円台があるんでね、こちらだと結構揃えやすいんじゃないかなと思います。で注意事項としては画像がイメージでっていうことでね、デザイン、色、仕様などが変更になる場合がございますと。で対象商品をお買い上げの際に店員がレジにて景品をお渡しする場合があるって、まあ、そんなこと見たことないですけどね、まあ、店舗によってはあるのかもしれません。で先着数量限定のため景品がなくなり次第終了ということでね、お早めに欲しいものがあったらお買い求めくださいということですね。で店舗により一部お取り扱いのない場合があると、お店によってはねやってないところもあるんでね、そちらの方を気をつけてください。で全国のローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100、一部店舗は除くっていうのが対象になっております。で一番気をつけてほしいのはね、毎回言ってますけどローソンスマホレジ、こちらの決済は対象外になってますので、ね、一番気をつけてください。はい、もう一つのキャンペーンがツイートをして1名様にクオカードが当たる引用ツイートキャンペーン、まあいつものやつですね、こちらもね引用ツイートキャンペーン、期間中にローソン公式ツイッターアカウントローソンアットマークアキコアンダーバーローソンをフォローし、対象ツイートにハッシュタグローソンサイスタと引用ツイートした方の中から抽選で1名様にオリジナルクオカード1万円分がプレゼントというふうでね、今回は1名ですね。はい、こちらのキャンペーン期間は2022年3月29日火曜日のツイート後になりますのでね、4月4日の月曜日23時59分までというふうになっております。クオカードは全キャラクターが揃った感じのやつかな。はい、ということで今回はコンビニのローソンさんがザ・アイドルマスターサイド M のキャンペーンを行うということで、こちらねオリジナルステッカー引用ツイートキャンペーンの紹介をしてきました。はい、今回こんな感じでね終わりたいと思います。はい、ではバイバイ。